武田勢と共に今川を討つ。みんな進むぞ。徳川が動いた。我らも行くぞ。今川を包囲せよ。優勢とはいえ何が起こるか分からない。味方本陣の状況には気を配っておかねば。順調に進んでいるな。吉本港を失った今川はやはりこの程度か。開門。やっているようだな。どれ、半蔵に恩でも売りつけてやるか。あれは三代。何をしにここへ。敵将討ち取ったり。耐えきれず引かせてもらう。よかろう。そのまま包囲を進めよう。皆さん、亡き吉本様のご恩に報いるは今。この命に代えても氏真様を守らん。今川の将を揺さぶってやるか。こういうのは手際よく行うんだ。落ち目の今川に忠義立てしたところで先は知れてるぜ。愚かな。悪が違う。この乱世、くら替えなんざ珍しくもねえ。もっと賢く立ち回ったらどうだい。もはや今川にとどまること受けたまとはできぬ。このままでは今川が滅んでしまう。さすがに武田勢は盛況だな。我らも負けてはいられないぞ。三代、何をしに参った。相変わらず愛想のねえやつだ。同門のよしみで手を貸してやろうってのよ。今川が相手でも迷ってはダメ。私は徳川と共に歩むと決めたんだから。今は自分の役目は果たさなきゃ。ここは私が。よかろう。徐々に包囲されているようだ。もうどうにもならぬのか。ここを抜けたけば拙者の首を取って行け。褒美ゆく死刑に宙を尽くす。この乱世に珍しき武者よ。開門。俺にやらせ。威圧するほど火の如く。今川をさらに攻め立てよ。一気に終わらせて楽にしてやれ。武田にばかりやらせるかよ。徳川に俺がいるってとこ見せてやるぜ。答えのないことだ。完全に囲まれたか。もう終わりだ。上杉謙信、駿河に正しきを示すため推参。手を知らぬ下道どもに鉄槌を下すべし。受けたまわった。勝利条件変更。おお、まさか上杉が来てくれようと。徳川本陣をかき乱してやれ。
田の本陣に上杉勢が迫っているぞ。武田本陣も踏み散らしてくれん。我が本陣を狙いおる。この混乱に乗じ謙信殿と合流しようぞ。開門開門。受けたまわった、受けたまわった。武田の武勇、天下無双よ。上杉謙信、越後軍神がなぜ駿河に。縁の大義なことか。上杉勢を迎えて。父上、申し訳ありませぬ。今川の意向、私の代でついえることに。すまぬ氏真、そなたの胸にこの謙信がしかと受け止めたぞ。愚かな、格が違う。来るはなんだか。落ち着け明智よ。三河武士の粘り腰を信じろ。そうなの平八、これ式で屈するほど脆くはない。押し返せたようだな。何やらせろ。なんと素晴らしき戦果よ。兵を分けて西方の上杉勢に当たらせろ。相手は信玄、さらなる一手を打たねばなるまい。密かに兵を進めよう。謙信ならばまだ何か仕掛けてこよう。小攻めを出して警戒させておけ。なんとかしのげたようだ。この間攻勢に出るぞ。略するほど疲労毒。奮起せよ、武田に遅れを取るな。この俺の後輩をつくつもりか。受けたまわった。見つかったか。構わん、このまま攻め立てる。相手を背負う信玄。かかろう、来い謙信。敵将伸ばしたり。耐えきれん、引かせてもらう。謙信よ、受けたまわった。やらせろ。お見事にございますな。ここは私が。よかろう。私とて物の不なのだ。叶う相手ではなかったか。ここは引くほかあるまい。略するほど疲労度。皆さん、抗おうと無駄よ。勝負は預ける。いずれまた相まみえん。横槍が入ったが片付いたようだな。勝つには勝てたが、武田や上杉に比べ我らはまだ未熟だな。